どうも、こんにちは。はい、どうも、そうです。はい、どうも、そうです。ピッチピッチ。はい、どうも、そうです。ピシ、水飲んでこよう。はい、どうも、そうです。ピシピチってことで、今回もマインクラフトやっていきましょう。やっけ、今回はね、これって言っても分からないよね。これハートね、ハート。ハートがなんかさ、なんかしぼんだ梅干しみたいな。なんかね、ひなそうって、ね、いらないです。 まあこんな感じでね、まあしぼんだ、なんか忘れたからいいや。うん。で、まあこのね、まあモード、まあ受信の確認しちゃったよ。このモードはね、この難易度ハードで固定されてて、で、まあなんつうの、この心臓ってか、まあライフがゼロになって死んじゃうと、マップごと全部消えてしまうってね、死んだらもう全部なくなるっていうモードのハードコアをね、今回からやっていこうかなと思います。いろんな人がやってるから、僕もやってみよっかねーって、へえ、私もやってみようって感じで僕もやってみました。でね、久々にさ、まあ、モッドなしでやったんだけど、モッドなしというかさ、まあいろいろやったんだけど、他にもね、まあ見てくれたらわかるんだけどさ、てかこれメサだよね、これ。めっちゃレアじゃん。今頃かって話だけどね。で、待って、向こうに村あるんだけど。あれ、村？ムラムラするぜ。ムラムラするぜ、村だけに。はははは。ってことで、なんて言うとしたんだっけ、忘れちゃった。なんかのモッド入れてたんだよ、なんかのモッド。モッド設定で、これ。ハイランドっていうね、モッドと、オプティファインを入れてます、この二つ。ハイランドっていうのは、マップの地形をね、すっごいなんかもう、ぐにゃぐにゃにしてる。まあ、名前忘れちゃったんだけど、なんだっけな。忘れたからいいや。うん。まあ、そんな感じで地形をね、まあ、変形させるモッドを入れてます、このハイランドっていうね。うん、最高。で、一旦ここに走るけど、村があるからさ、どんどんなんかもう、なんか順調って書く。村が出てくるまでこれ、ワールド作り続けたとか、そういうやつじゃないからね。本当に。一回作って、ここいいじゃんと思ってやったんだよ。そしたらこれだよ。本当にやらせとかじゃないから、本当に。まあ、やらせだとしてもみんな優しいから許してくれるよねって話なんだけど。ね。許してくれるよね。本当に。で、終わっちゃったけど、まあ、上陸できるからいいや。っていうね。はい、こんにちは。すっごいみんな怯えてるじゃん。いや、そういうわけではないか。はい。で、これ。うわ、濁ってんな、この影モッドの。この影モッドなんか、水が濁ってんだよ。水の色がなんか、もう、オレンジジュースみたいな色してる。ほんとに。ほら。完全に色がオレンジジュースだよね。これ、よくね、これ。いいよね、これ。青々しくて。ちょっと今回ね、この実況は影モッドを使ってね、やっていこうかなと思います。すっごいね、僕、影モッドが大好きで、そういうね、影モッドやった実況をやってみたいなと思ったんですけど、まあ、案の定ね、入れてみたら、まあ、みんなが影モッドうぜえからマジ、ぶち殺すぜ、みたいな感じのこと言っちゃうから、みんなが。ほんと、消すぞ、向こうに、ちょっと待って、その前に、ちょっと食料。いや、こんなところに、じゃがいもが、誰が植えてくれたんだろう。本当にありがとう、ピープル。向こうにね、ほら、まあ見たことないようなね、ブロック置いてあるじゃん。ブロックというか木ブロック。木が生えてるじゃん。まあそういうね、新しいバイオも追加するだけの、まあ元ですね、ハイランドっていうの。これで、あ、やっべえって。どうしよう。これ回復できるよね。体力。ハードコアはただ、回復できないとかそういうの絶対ないよね、きっと。そう信じている、私は。一旦ちょっと、空腹ゲージを回復したい。登りながら回復。あ、ちょうど回復すんじゃん。最高。よーし。あ、待て。優柔不断すぎるんだけど、まあ僕の実況は優柔不断すぎるんで、本当になんかそういうのが嫌いな人は見ないでくださいっていうか、見てくださいっていうか、最後まで見てください。一旦ちょっと村に戻ろう。村にさ、入ろうとして忘れたんだけどさ、村があるってことはさ、ボーナスチェスト的な？ボーニャスチェストってね。ボーニャスチェストってなんだよ。ここら辺だったよね。ここら辺。ない。あれ？どうだったっけ？どこ？ここら辺、ここら辺。あったあったあった。ここだ。ここに入ってるのを取る。はい。うわ。最強。じゃあ取っとこう、これ。で、これは、とりあえず装備。装備ピープル。で、向こうにある、森の中にね、入っていきましょう。海に入る。届いて。OK、届いた。
影モッドをね、ウルトラからハイに落としました。はーい。ハイだけにね。ははははまあ、これくらいで十分でしょ。これは、あ、なんかまた、新しいなんかブロックになってる。あ、これクラフトガイドないんだった、そういえば。クラフトガイドないんだってよ、そういえば。どうしよう。作り方とか。ただの普通の木ブロックだよね、これね。そう願っていきましょう。でも、これで普通に家とかも作りたいよね。はーい。一旦じゃあね、とりあえず、ツール作ろう、ツール。おいしょ。あ、これは普通に作業で作れるわ。普通の原木と変わらない感じかな、もう。色がちょっと白っぽくなったよって感じかな。そんな感じっぽいね。一旦ちょっと、ピッケル、ツルハシ、作って。よし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 。一旦ね、地面の中に、レッツゴーって感じで。鉄はちょっとね、鉄あんまり使わずにやっていきたい。ね。これ、鉄じゃなくて石だわ。向こうに石があるからそれ取りに行きましょう。大丈夫かな？あんまり体力は食らわずに行きたい。うおー、よいしょ。オッケー。ここで、ポン、押し。そろそろ 夜になるから危ないよ。そろそろ夜。危ない。ま、鉄二つ持ってるからすぐ寝れるじゃん。羊近くにいたよね。危ない。一旦ちょっと。1、2。オッケー、ハサミ。近くに。また変な音するよ、もう。羊がいた気がするからさ、そいつをね、そいつの毛を拝借しよう。まあ、二度と返さないけど、借りて。あ、すっごい夜にやってるじゃん。とりあえず羊探そう、羊。あ、その前に、一旦ちょっとね、斧作って、羊を探しに行きましょう。よいしょ。もうパン食べちゃうよ。ありがとう。羊、どこら辺にいたっけ？なんか、初期スポーン地点ら辺にいたよね、羊。いや、そこまで戻るか、そこまで戻っちゃうと。いや、いたわ。ちょっとやばい。あいつから逃げながら、羊によろしく。うわ、やばみ。あ、でも、見つけと。暗くなるの早くね？そういうゲーム。また。一旦寝よう。一旦寝たい。いや、どうしたらいい？よし。いや、一瞬でベッド作れるじゃん。おやすみ。よーし、最強。オッケー。はい。おはよう、ピープル。で、多分ね、ゾンビたちほら、あのように、かわいそうに燃えている。いや、絶対涙目だわ。まあいいわ。一旦村に戻って、村に戻りましょう。いや、ここのさ、この、くぼみいらない。本当に。ちょっと、ここに橋、作ろう、橋。真っ白な橋を作って、行きましょう。ブロック足りるかわかんないんで、一本橋で行きましょう。よしよし。体力もね、いい感じに回復してるから、来てるから、本当にいい感じ。で、届くこれ。届かないでございますね。じゃあ、丸石で。3、4、2、1。3、4、2、1なんで、順番おかしいだろ。はい、痛い。まあいいや。まあね、村が近くにあるんで、この村に住まわせてもらいましょう。最高。誰も住んでない家。あ、ここ村長の家だけど、住んでないじゃん、誰も。はい、色。ここ僕の家です。あ、誰かいたけど、出てったから、ここは僕の位置ってことで、決定。よーし、ということで、今回ちょっと早めだけど、まあ今回ここで終わりにしようかなと、このぐらいにゃー。ってことで、これ、まあ今回からね、またハードコアの一回でも死んだらすぐ消えちゃうね、データが。即終了マインクラフトやっていくので、よろしくお願いします。はい。ってことで、またこの動画が面白ければ、高評価。チャンネル登録お願いします。まだね、次回も見てくれると嬉しいです。他の動画もね、見てくれると、もっと嬉しすぎて、爆発するかも。それはないですね。じゃあ、また、見てください。それでは、バイバイ。